私のもとには今2社から出版社から、インボイスを登録してもらえませんかというようなすごくやんわりとした手紙が届いています。で、大手出版社なので、登録しないと、インボイス登録しないと仕事をあげませんとか値下げしますみたいな一方的な圧力はないんですけれども、一方でそのとても登録してほしいから、もし登録の予定がない方をお話し合いをしましょうというような内容がありました。すごくやっぱりその一言ってフリーランスにとっては重くって、基本的には弱い立場になります。で、彼らの出版社も多分すごく春月が大変なんだと思うんです。この人は課税なのか免税なのかって知らなくちゃいけないし、その上で免税だったらこの人は一体登録してくれるのだろうかっていうすごく面倒で、心にも負担のかかる作業を出版社側もしないといけない。で、私の方も怯えて暮らすような毎日で、一体ここに勝者っているのかなってすごく思います。誰も得してないし、いい気分にもならないし、この制度は本当に世の中を良くするために何か1ミリでも動いてくれているのだろうかという気持ちです。こうして多くの方が今集まってくれているのはやはりどこか不安があるかなと思っております。みんなインボイス制度、中止に向けて最後まで諦めず頑張っていきましょう。ありがとうございます。頑張ろう。